絶対に、まあ、総理大臣になりたいという、うん、好きになってきましたね最強の総理大臣になりたいと、まあ、そのためにね政治家をまずはということですけど、さあきっかけは何ですか。きっかけは、まあ、安倍晋三さんですね、うん、安倍晋三さん、はい、その心は、まあ、小学6年生の時にこの安倍晋三さんの美しい国へという本を読んだんですが、まあ、かなり感動しまして、うん、まあ、この最後のページに、うん、この政経大学工学部卒業って書いてあったので、自分もここに入ろうという気概になりました。それで、はい、素晴らしいんだけども、まあ、それがきっかけなんだよね。そうです、うん、それを読んで政治家に、安倍さんみたいになりたいと思ったってこと。そうですね。その安倍さんみたいにっていうのは林田さんの中でどういうところですか。美しい国日本を取り戻すという、まあ、スローガンのもと、うん、まあ、戦う政治家としてさまざまな、まあ、命の危険を、まあ、犯してさまざまな政策を、まあ、実行していった姿に共感をして、自分もそうなりたいなと。小学生の時に。はい。あ、そっか、すごいね。そうなんだね。そのために今までやってきたことありますか、その受験勉強以外に。そうですね、政治について、うん、自分なりにいろいろと勉強をしました。なるほど。で、小学校6年生から今20歳です、でいらっしゃいますけど、その気持ちは一瞬もこう揺らいだことがないと。そうですね、ずっとそう思いながら、はい、なるほど。その原動力は何ですか。そうですね、絶対に、まあ、総理大臣になりたいという、うん、なんか、まあ、総理大臣になりたいっていうのは、まあ、低学年からあったんですが、うん、まあ、その気持ちが、その政治の勉強を、まあ、することによって、うん、さらに強くなっていったっていうのが、まあ、原動力になりますね。なるほど、はい、すごいね。では日本の未来を変えてくれるということですけども、はい、今がどうで、それを林田総理はどう変えてくれるんですか。はい、資料に書いてあるんですが、うん、まあ、その、まあ、一つずつ説明をしていくと、まあ、今の現状の、まあ、このプラン、まあ、計画書によると、まあ、その、あ、じゃあ一つでいいよ、一つでいい。あ、一つでいいですか、うん、もう公約としてこれだけは絶対というものを、じゃあ一つでいいです。最終的に僕がやりたいことは憲法改正ですね。なるほど、ついてる。安倍さんの念願ですね。うんうんうん。けど T シャツはアメリカなんだね。はい僕も同じことを使おうかなと思ったんですけどねめちゃめちゃいいなこれは何か思惑あったの。あ、僕アメリカがすごい好きで。お、うん、共和党派ですか、はい、好きなんだね、はい、トランプカラーだもんね。まあ、思うことあるけどね、ここではちょっとやめとこうか、深いね。安倍さん好きでアメリカ好きかってね。なるほど、うん、その何なんですか、その入ってるちょっと見えてる、あ、これですか。はい、菅総理の色紙ですね。すごい。あの、意思あれば道ありという言葉なんですが、まあ、菅さんも、まあ、自分と同じように、まあ、遅延と、まあ、欠員が、まあ、ない状態から、梶山清六さんという、まあ、その官房長官だった人の、まあ、秘書として、まあ、政治活動を、まあ、スタートさせたんですが、まあ、自分もその菅さんのような感じで、まあ、菅さんを、まあ、モデルケースとして今後の人生歩んでいきたいなっていうのをもとに、まあ、今日持ってきました。ちょっと僕全然詳しくないんですけど、安倍さんって右なんですか、はい、左なんですか。右ですね。ど右、はい、あ、愛国心。あ、そうですね。アメリカが好きっていうのは、それは愛国心のもとアメリカが好きなんですか。安倍さんもアメリカが好きです。それはどういう原理で、日本が好きだからアメリカが好きっていうふうになるんですか。あ、そうですね、まあ、保守という考え方自体がそもそも親米という考え方なので、保守イコール親米ということですね、はい、でその対立する考えとして、まあ、左っていうのがあるんですけど、それを今政治団体でいうとどういう団体が左になるんですか。まあ、日本共産党とかじゃないですかね。あ、なるほど。が、まあ、真逆っていう感じ。そうですね。おで、憲法を改正したいっていうのは、これは、保守なんですか、それとも革新なんですか。保守ですね。あ、これ保守なんですね。そうですね。変えたいのに保守なんですか。そうですね。あ、そこの原理も教えてほしいです。まあ、そうですね、まあ、日本の憲法は今まで、まあ、約80年間、まあ、一字も変わっていないと。それゆえに、まあ、その、まあ、鳩山一郎という、まあ、自由民主党、まあ、初代総裁が自主憲法の、まあ、制定を唱えて、まあ、自由民主党という、まあ、政党を
立ち上げて、それから自由民主党総裁の念願としては、その憲法改正というものが根底に常にあるということになりますね。じゃあその意思っていうものが、その憲法改正であるから、その保守政党である自由民主党の念願が憲法改正。そうですね。なんか好きになってきましたね。